重要施設周辺や国境離島の土地の調査と利用を規制する重要土地等調査法案が5月審議入りしました。議員は質疑で中国のショッピングサイトに北海道や津島の土地が売却されていた事例などを挙げて法案に抜け穴がないかどうかを 追求しています土地取引の規制をめぐっては議論からおよそ10年が経ちます8年前に議員立法として土地取得に関する規制法案がまとまり衆議院に提出されましたが審議入りしませんでした今年2月内閣が同法案を衆議院に提出して 審査が了承されました目的は中国など外国資本が日本の防衛に関わる重要施設及び国境離島の機能を阻害する行為を防止するためです十一日の衆議院本会議では同法案の趣旨説明と質疑が行われました 領土問題を担当するおこのぎ八郎国家公安委員長は我が国の防衛関係施設の周辺や国境離島で外国資本が土地を買収していることは長年問題視されてきた課題だと語りました同法案は土地所有者の国籍を問わず 重要施設の周辺および土地などの利用状況を調査し重要施設の機能を阻害する行為が認められた場合に勧告命令の措置を講じるとしています利用に関して報告を求め報告に応じなかったり虚偽の報告を行ったりした場合は30万以下の罰金 命令に違反した場合は2年以下の懲役200万円以下の罰金が課せられる可能性がありますまた総理大臣は調査対象の土地がある地方自治体に対して住民票など土地利用者の情報提供を求めることができるとしています21日衆議院内閣委員会で杉田美代議員が 外国人にによる土地取得について質問しましまた議員は中国や韓国オーストラリアなどでは外国人の土地取得を規制していることを挙げて外交の総合主義に基づき日本のルール整備の必要性を説きました。また中国共産党政府が2021年1月に施行した。 主権や領土の保全など海外権益の保護を名目に軍事力を動員すると定めた国防法改正案が可決したことを挙げ日本の安全保障上土地利用規制は急務だと強調しました杉田議員は2013年議員立法として土地取得規制法案に関わりました 当時実際に長崎県津島を訪れ外国資本に買収された土地を視察した時小高い丘から自衛隊の訓練の様子が一望でき強い危機感を覚えたということです議員は2018年に中国のインターネットショッピングサイトアリババで航空自衛隊千歳基地と 新千歳空港に隣接する土地52ヘクタールが49億円で販売された例を挙げました。また北海道の陸上自衛隊の滝川駐屯地が一望できる山林を中国企業が買収したことやちゃん駐屯地に隣接する土地100ヘクタールも 中国系企業に買収されていると懸念すべべき事案を並べましたこれらに加えて杉田議員は同法案の中に森林が対象となっていないと指摘水資源保護の観点から外国資本による森林買収の危険性を挙げ水は国民の命にとって必要不可欠なもの ぜひ森林や農地保護にも対策を講じてほしいと強調しました。これに対し木村内閣審議官は同法案の最優先となる対象は防衛関係施設や国境離島だがこの要件に当てはまる森林も対象になりうるとしました。 杉田議員はまた同法案の重要施設に皇居や赤坂御用地国会議事堂総理官邸原子力発電所などのエネルギー関連施設が対象として明記されていないと指摘小型無人機飛行禁止法ではこれらが対象となっていることから重要施設定義の 明確な基準を設けるよう求めました。二十八日の衆議院内閣委員会で、改めて同法案の審議が行われます。内閣委員会で理事を務め、同法案の修正や。与野党折衝を行う平正明議員は、二十七日夜、同法案について。質疑、終局、採決までは。 現時点でで与野党合意できずとツイートしています韓国科学技術情報通信部のイム・ヘスク長官は24日ソウルで行われた式典でアメリカが提案する宇宙探査や宇宙情報の共有に関する国際規約アルテミス合意に署名しました。 これにより韓国はアルテミス合意の10番目の参加国になりました。イム・ヘスク長官は、本格的な宇宙探査を成功させるために、国際社会との協力を通じて、透明かつ責任ある宇宙開発活動を実現することが重要だとしつつ、アルテミス合意の署名を通じて、参加国との 宇宙探査協力も強化される契機になるだろうと述べましたアルテミス合意は1967年に発行した宇宙条約を踏まえアメリカが宇宙探査活動や宇宙利用における国際協力の原則をまとめたものです同合意は2020年10月 アメリカとイギリス・日本などの8カ国が署名し後にウクライナが加わりました韓国はバイデン政権以降の3カ国としては初となりますアルテミス合意にはアメリカによる国際宇宙探査アルテミス計画が含まれます同計画では2024年有人月面着陸2030年代の有人 火星着陸を目指すことが発表されています。他にも、月周回友人拠点ゲートウェイを構築する計画があり、日本も参加します。宇宙空間における米中覇権の争いが激化している中、アルテミス合意を通じて、韓国もアメリカの宇宙開発秩序に参画することを発表しました。 今後は宇宙空間において、アメリカが主導するアルテミス合意国と中国との対立構図を形成する可能性もあります。中国外務省はこのほど、中国共産党成立100周年を記念するために、党の対外関係に関するシリーズ記事を発表しました。 その中で1944年7月22日アメリカ政府が中国共産党の本拠地である延安に初めて訪問団を派遣し視察した歴史を振り返りました。当時アメリカ使節団が中国共産党のプロパガンダに騙され共産党に好印象を持ったことが分かりました。 中国外務省が公開したシリーズ連載記事100日間に中国共産党の対外抗議のストーリーを物語るの21本目は当時の状況に触れました当時アメリカ陸軍のデイビッド・ディーン・バレット大佐と外交官のジョン・サービスが率いる代表団は 米軍の中国ミャンマーインド戦区中延安視察チームとして延安に到着しました。これは中国共産党指導部とアメリカ政府の最初の公式接触となりました。中国外務省の記事によるとアメリカ視察団のメンバーの目に映った延安は エドガー・スノー氏ら、新中国共産党のジャーナリストが報道した進歩的な延案であった。これは、国民党政府が長年宣伝した反動的な延案と違っていたと言います。同記事は、当時の米軍将校らは、根拠地の軍民と触れ合うことで、 視察団メンバーの一人カーター氏は「簡素な中国共産党の最大の魅力」との認識を示した彼ら共産党員の目標は「真面目に仕事をし簡素な生活を送ることだ」「これは腐敗した国民党と大きく違っているところだ」と述べ中国共産党に対して「好意的だった」としました。 記事によると、毛沢東はサービス氏と複数回話し込んだことがあると言います。毛とサービスは毎週2、3回会っていた。話し合いの回数は50回を超えていた。毛はサービスに対して中国共産党の抗日作戦、対米姿勢と抗日戦争後に 工業化を展開する計画国民の生活向上に関する政策などを話したということです一方視察団のトップであるバレット大佐は「国民党が統治する地域で住民らが縛られて兵隊に入れられたのを目撃した」「しかし共産党が統治する地区ではこのようなことを見たことがない」 バレット氏は、共産党の軍隊について、良好な訓練、実際の戦闘を受けた、情報収集の水準も高く、士気が高いと評価したということです。また、バレット氏は、根拠地の軍民が日本軍の攻撃によって墜落したアメリカ戦闘機の操縦士を救助したことを見て、 共産党の政府と軍は中国近代史上で初めて国民の支持を得た政府と軍だと感激した視察団のメンバーの心は中国共産党によって強く打たれた彼らは共産党が統治するところには生き生きとした雰囲気とエネルギーを感じたとしたと言います。 アメリカラジオフリーアジア RFA は中国外務省の同記事は当時中国共産党がアメリカ視察団を懐柔するために行った演出の様子を反映したとの見解を示しました中国共産党は当時の中で円安をユートピア革命の聖地と例えました しかし1990年代以降当時延安で起きた党内の権力闘争粛清運動を記録した延安日記1940から1945赤い太陽はどのように昇ったのか延安における政府運動の経緯などが相次いで発行されました。 共産党員の長老らは本の中で延安では残酷な権力闘争が常に行われたと証言しましたまた毛沢東らを含む党の指導者らは男女関係が乱れていたと言います中国共産党が宣伝している党史の記述と大きく違っていました 延安で党中央軍事委員会秘書長兼政治部秘書長を務めた党中の妻・祖氏氏が執筆した回想録「一人の革命の生存者は」は延安での日々を記録しました暴行を受けた一人の女性同士の顔は血だらけとなった。 生理が来たにもかかわらず、吊るし上げにされ、暴行を受けていた。彼女のズボンは血で真っ赤に染められた。ヤオトン、中国北西部に見られる横穴式住居の地面にも大量の血が落ちていた。夜、周りが静かになると、罵声、オーダーの音、悲鳴が、 土でできた壁を通り越して真っ暗な野山に伝わっていくこのような音は断続的に次から次へと聞こえて恐ろしくてビクビクしてぞっとしていた赤い太陽はどのように昇ったのか沿安における西風運動の経緯によると沿安では党内の反対派は 重刑、息埋め残馬刀ででるなどの方法で処刑されました中国共産党は延安を視察したアメリカ代表団の日程を細かくコントロールしていたため代表団のメンバーらは実際に行われている残酷な粛清を見ることができなかったと推測します。 RFA は中国外務省の記事は1949年に武器を近代化された国民党軍が中国共産党の軍に負けた原因の一つを示唆したとの見方を示しました代表団などの影響でアメリカ政府が重要な時期に国民党に 強力な支援をしなかったことが影響している可能性があった中国共産党は表面を飾り立て国民と国際社会を騙す手法は今も昔も変わっていません皆さん大紀元ウェブサイトの会員登録はお済みですか 大紀元ウェブサイトでは最新ニュースがいち早くご覧いただけてどなたでも無料でご利用いただけます登録は簡単この動画の概要欄のリンクを押していただきご自身のメールアドレスと任意のパスワードを入力して「登録する」のボタンを押してください そうしましたらご自身のメールアプリを開いていただきエポックタイムズジャパンから届いたメールアドレスの確認メールをご選択くださいメール下方に記載されている URL を押しログインボタンを押してください再度メールアドレスと先ほど設定していただいたパスワードを入力してログインしたら登録完了です エポックタイムズの記事を制限なくお読みいただくことができますでは真実と伝統を伝え続ける大紀元をお楽しみください